ああいうのは全部16ミリの映像なんですけども、本当にテレビといってもビデオがじゃなくて16ミリがハンディのビデオができる前は16ミリが、ね、になってたっていうことで、フィルムとビデオっていうのはね、実は本当になんか複雑に絡み合ってる関係にあって、それでまあその後ビデオのハンディカメラができてから中島さんがやってる、ビデオアートみたいのもできて、それちょうど中島さんがそのメディアアートを始めた頃っていうのはフィルムとビデオがちょうど両立してた頃ですよね。そうですね、僕も、正直言うとこういう原君みたいな映画僕は作れないんですよ。っていうのは僕も20本ぐらい短編作ってますけども、まあ、こういう映画作れないなと思って見てましたけども、まあ、僕はそのテレビジョンが果たした役割っていうのはよく分かってるつもりなんですけども、これ回想してなんかこうテレビジョンを捉えてみるっていうことはなかなかできないわけですね。一方的にテレビを押し付けてきた映像と、まあ、原君が作ったその詩的にあふれたその愛情がこう2つこう合わさってるみたいな編集方法をしているので、まあ、すごくポエティックで、なんか原君の気持ちがね、なんかちょっとこの中に現れてるみたいな気もしましたけども、僕はこういう優しい映画はなかなか作れないなと思いました。最初に見た時の印象からどんどん変わっていきますし、大画面で見た時にまた全然違って見えますね。やっぱりその35ミリフィルムも使われています。とハイビジョン の高精細な画面と、あと8ミリのフィルムの、まあ、いろんな質感というかが、やっぱりこの大画面で見て初めてその質感の違いがつながっていく感じとか、それがどういうふうに監督が意図してというか、リズムとか考えてつないでいるのかっていうのが、やっぱり大画面で見て初めてこう腑に落ちたというか。で今日の映画でも映画の最後に森の木々と映画っていうのを重ね合わせて描かれていて、で20世紀ノスタルジアの時もテレビやビデオを夜の夜景の光のネットワークとビデオやテレビを重ね合わせて、で一方でその人々が人間が昔住んでいた森っていうのと映画とが重ね合わせられていたと思うんですけれども、その、テーマのつながりっていうのがすごくあって、ただ映画を例えば森とか木々と重ねる発想っていうのは僕が不勉強なだけかもしれないですけど、他にあまり見たことがないというか聞いたことがないので、監督がその2つのつながりっていうのをどういうふうに考えてらしたのかっていうのはすごく聞いてみたかったところなんですけど、一つはだからマテリアルの問題ですよね。それはそのベルグソンの、物質と記憶の、は本当に物質っていうのはどういうものかということを、物質と生命がどういうものかということを解き明かすのに、物質はもう宇宙開闢の時からお互いに、作用し合っていたと。で作用し合っていたっていうのはお互いに見合っていたっていうのかな、お互いに撮影し合っていたけれども、そこに、黒い板がないから、定着も現像もされずにそのままお互いの反作用が通り過ぎていただけだと。で生命体っていうのはそれに対してそれを定着し、現像する機能を持っている、そういうマテリアルだっていうことが生命だっていうふうに定義してるんですよね、はっきり。今回の映画もそうですけど、2つの作品見た時にそのハイデガーかなと思ったんですよね。監督はその映画と人間の存在っていうのをやっぱりその重ねてみていらっしゃって、こう映画を撮ることや見ること自体が生きることであったり、人間としてあることとすごく重ね合わせて考えてらっしゃると思うんですけど、それとそのハイデガーがその人間の存在について語るときに森 のちょっと開けたところに光が差し込んできて、ぼんやりとその森の周りが照らされるっていうのを世界内存在という言葉
を説明するときに、あの引用しているところがあって、僕はなんかそれをすごくあの監督の映画を見ていて感じるところがあったんですよね。そういうあの短編の詩ってみたいなの好きなんですか、やっぱ自分でなんか詩を作ってなんかするのは。詩というかあの、僕はとにかく好きなのはあの俳句と短歌ですね、うん、やっぱり定型詩一つのそこに五七五なり五七五七七なりのフレームがうん、あるんですよね。それでまあフレームから、見るっていうのが、一つの映画的な知覚じゃないかと、うん、映画的な見方じゃないかということで、漢字からあの出発して、うん、かなとかカタカナひらがなを作ってきたというのはすごい言葉自体がこう、イメージ的なんですよね、それで必ず日本こうやって僕たちが喋ってますけども五七五七七でできてるんですよ、だからよく計算こう手で計算しながら喋ってみると、原くんのでしょ映画を作る気持ちかなっていうのがちゃんと五七でできちゃうわけですよ、それになんかちょっとギャグを入れるともっと面白くなってくるっていう、日本語の持ってるすごくそれ美しさだと思うんですよね、英語にはない、こう簡略したイメージじゃなくて、こうたくさんこうレンガじゃないけど言葉をこうパッチワークみたいにつないでいくと日本語はすごくこう風景が見えてくるっていう生き生きとした言葉なのに、今の若い人たちはそれ使わないんだよね。それ思う日本語のすごく素晴らしさを使いこなしていないっていうところがあって、まあでも言葉はもう結局最初に入力されるソフトウェアだからすごく大事なのに、まあ、だいぶ捨てちゃったんですね。いい言葉をいっぱい捨ててますよね、まあそんなことを考えるきっかけになればいいかなとも思って ねこの映画は結構、あのこだわってみたんですけどもね、あのだから普通の映画よりも膨大にここには文字が入ってて、やっぱりあのいろんな画面を埋め尽くすあの文字がすごく気になって、あのやっぱりあのさっき若い監督があの面白い映画を作っていないということをおっしゃっていて、すごくこう頑張んなきゃいけないなと思うんですけど、あのやっぱり原監督が今ここである意味でそれこそあのベタなこと言ってしまうとニコニコ動画とかネット上である動画みたいな、そういうあの想像力みたいなものもこの作品の中に取り込まれているような気がして、こうあどんどんやっぱり作品としていろんなものがこう取り込まれていってる、なんかこうビデオだけのところで止まるんじゃなくて、やっぱりインターネットを使った表現みたいなものもこの作品の中に取り込まれているのかなというふうにあのなんとなく思ったんですけれども、原君がこの間久しぶりに会った時に、スマホを持ってて、スマホの先に向こうを撮れてこっちも撮れるっていうカメラをつけて僕を撮ってくれたんですよ、その時にああこの監督はやっぱし そういった新しいメディアに対して敏感に感じながら映像を捉えてんだなというふうに、なんとかそのああいう新しいメカニズムを使ってなんかこう映像を開拓する若者が出てくるような時の足掛かりがなんか原くんみたいな気もしますね。一番最近近くではあの今月の27日から恵比寿映像祭というあの映画祭、あの美術とか映画とかいろんなジャンル あの出る展示があるんですけれども、ここであの映画ではなくあのインスタレーションみたいな形式であの作品を、上映します。でその作品の内容はあの本当に原監督から影響を受けた作品で、あの風景の映像と朗読が重なるというまさに原監督がずっとあの制作されてきた形式をお借りして作った作品です。でそれもやっぱり日本の風景とあの長塚隆という小説家 あの土という小説があるんですけれども、その土の物語を朗読する声とその土の舞台となった場所の風景が重なるという作品です、まあ、あのこれを機会にもし興味を持ってくださった方がいたらぜひあのご覧いただけたらと思います。